リンドグレーンは2018年のスウェーデンデンマークの電気映画。スウェーデンのサッカーストリートリンドグレーンの初期の人生を描いた作品でペアニール・フィシャー・クリステンセンとキム・フップス・オーカソンの共同脚本をクリステンセンが監督し、アルバー・ウグストとマリア・ハール・ビ・キャンデルがリンドグレーンの若き日と老年期の姿を演じ、マリア・ボーネ・ビー、マグノス・クレッペル、トリーヌ・ディルホム、 ヘンリク・ラファイルソン、ビョルング・スタッフソンらが出演している。2018年2月21日に第68回ベルリン国際映画祭でプレミア上映され、スウェーデンでは2018年9月14日に、デンマークでは2019年1月31日に劇場公開された。世界中の子供たちがアストリット・リンド・グレーンに手紙を書き、それを見た彼女は、 スモーランド地方で過ごした青春時代を思い出す。ビンメルビュー新聞社で働いていた彼女は30歳年上の編集長レーンホルト・ブロムベリと恋に落ちる。彼女は息子ラーシュを妊娠する。未婚の母である彼女は父親の名前を公表しなくても良いコペンハーゲンで出産することを選ぶ。息子はデンマークの里親の下で幼少期を過ごすことになる。 王立自動車クラブで、アストリッドワートに、夫となるストゥーレ・リンドグレーンと出会う。主要撮影は、ドイツ・ブランデンブルク州ポツダムのマルカート宮殿と、スウェーデンのベストライエータランド県で行われた。2018年ベルリン国際映画祭でのペアニレ、フィッシャー・クリステンセンとアルバー・ウースト。第68回ベルリン国際映画祭で、プレミア上映された後、シカゴ国際映画祭で上映された。 リンドグレーンはミュージックボックスフィルムズが北米での配給券を購入。本作は2018年11月23日に限定的に劇場公開された。日本ではミモザフィルムズが配給を行い、2019年12月7日に劇場公開された。本作は批評家からの賞賛を受けた。デビュー収集サイトのロッテントマトズでは、 28件のレビューをもとに96%の支持率を獲得し、平均評価は7.1、10、非評価の一致した見解は、リンド・グレーンは愛される、キャラクターの生みの親に敬意を表して作られた、電気映画で、舞台裏のストーリーも、同じように時代を超えて、魅力的であることを証明している。である。レビューに正規化された評価を割り当てるメトクリティックでは、 8人の批評家をもとに過重平均で100点満点中71点を獲得し、概ね好意的な評価を示している。アストリッドとストゥーレの娘であるカリン、ニーマンは母を描いたこの映画を批判し、アストリッドはこのような映画を非常に嫌がっていただろうし、レインホルト・ブロムベリとの関係、息子の誕生、養護施設での滞在など、彼女の人生の期間はプライベートなものであり、 これらはアストリッドが焦点を当てたくなかったもののだ、と述べている。ニーマンは、その人の最も親密な私生活の数年間ではなく、人生で成し遂げたことに焦点を当てた、ウィンストン・チャーチルや、ビョルンボルグに関する他の電気映画と比較した。ありがとうございます。